ずお弁当箱にご飯を入れてください。その後にまずカツオのふりかけをご飯にたっぷりかけます。ちなみにお弁当箱がなかったのでこの箱にご飯を詰めました。このまま入れていいのかなって感じですけどね。入れていきます。海苔を、今回は丸をいっぱい作っていきます。キッチンバサミでやると楽ちんです。四角にしてから丸って難しいんですよね。正しい丸はないんですよ。声援は存在しない。丸、ただの丸ではなくて、中見えるようにこうして中は切り抜いてください。多少切れちゃってもね、ご飯でくっつくので大丈夫です。丸、そしたらご飯にいきます。置いていきます。ミステリーサークルご飯完成。普段から取り入れやすいホラーご飯、全然ホラーではないけど美味しい。